ンロー軍は、アメリカ合衆国のテネシー州にある軍。2000年の人口は38,961人で、軍庁所在地は、マディソンビルである。国勢調査局の調査では、総面積1,690平方キロで、うち1,644平方キロが、陸地、総面積の2.71%にあたる46平方キロが水域である。 軍の一部はチェロキー国有林に指定されている。軍内のスイートウォーターの南東7マイルには、ロストシーという北アメリカ大陸最大の地下湖へ通ずる洞窟がある。1905年に、当時13歳だったベンサンズが発見したもので、1940年には、ジョージ・ゲイ・ロード・シンプソンにより、人骨とコーシミオの2頭のジャガーが見つかった。 2000年の国勢調査時点でこの軍には38,961人、15,329世帯、11,236家族が暮らしていた。人口密度は1平方キロあたり24人で、平方マイルに換算すると61人となる。住居数は17,287件で、1平方キロあたりに11件が建っていることになる。 住民のうち白人が94.87%、アフリカ系が2.27%、ネイティブアメリカンが0.36%、アジア系が0.36%、太平洋諸島系は0.02%、その他の人種は0.86%、根結は1.26%、ヒスパニックは1.76%を占める。 2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド15,329世帯のうち32.1%は18歳未満の子供と暮らしており、59.4%は夫婦で生活している。10.0%は未婚の女性が世帯主であり、26.7%は家族以外の住人と同居している。 23.3%が、一人未世帯で、9.4%を、独居老人が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.51人、家庭の構成人数は2.94人である。住民のうち24.7%が18歳未満の、未成年、8.7%が18歳、以上24歳、以下。 28.6%が25歳以上44歳以下、24.8%が45歳以上64歳以下、13.2%が65歳以上となっており、平均年齢は37歳である。女性100人に対し男性が97.2人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては93.9人いる。 一世帯あたりの平均収入は三万三百三十七米ドルで、家族ごとでは三万四千九百二米ドルである。男性の平均収入は二万九千六百二十一米ドル。女性の平均収入は二万千六十四米ドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は一万四千九百五十一米ドルとなる。総人口の十二点零パーセント。 家族の15.5%、18歳未満の子供の19.4%、および65歳以上の老人の17.7%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。マディソンビルの中心地区から北西に 3.7km 行ったところに、軍営のモンロー軍空港がある。ありがとうございます。